神社参拝を行うと、くどをいただけますが、私には決まって変化が起こることがあります。それは神社参拝後、朝の目覚めがいいのです。これは私にとり、驚くべきことです。私は血圧が低いからなのか、朝が大の苦手です。朝起きてもほとんど脳が稼働せず、仮死状態がしばらく続く感じです。そうこうして昼になり、 なぜか腹だけは減るので昼食をとると今度は極度に眠くなりますこんな感じで一日の前半はぼーっとした状態が続きます稼働するのは一日の半分を過ぎたあたりでしょうか実に効率の悪い毎日を送っているということになりますが仕方ありませんしかし神社参拝を行うと朝シャキッと目が覚めます 神社参拝後だけ朝から元気状態です。これが続けば本当に私の活動範囲は広がると思いますが、この朝から元気状態は大体1週間です。1週間経つと元に戻ります。だから朝から元気状態がずっと続けるには、1週間ごとに神社参拝をすればいいことになります。ただし、この私の調子が朝からすこぶる元気が出るのは、 神社参拝によるものといっても神います神社で正式参拝によるものです近所の神社なら1週間ごとに参拝することは可能ですが神います神社の正式参拝を1週間ごとに行うのはこれは結構至難の業です私はこの点においても神います神社とその他多くの神社との違いを自ら体験していますあと正式参拝とチャリセン参拝との違いを 自ら体験していますやはり明らかなる神器を浴び身体が活性化し健康運が上がるのは神益神社での正式参拝ですしかし1週間で元に戻ってしまうとは1週間で元に戻るということは神器を補充しても1週間でその神器を使い果たしてしまうということでしょうか正式参拝で邪教を払っても1週間経つとまた俗世間のきに 怪我されてしまうといううことでしょうかいずれにしても1週間とは言わずもっと長期間続いてほしいです。さらに言えば長期間というより生涯元気でいたい。しかし物理的な問題などがありそんな頻繁に神す神社に正式参拝を行うのは現実的に難しいです。ではどうすればいいでしょうか神器を浴び続けいつも元気でいられる方法これしかない。 これになるしかありません。それが新人合一。